不明。ああ、なんか酸が漂ってない、あそこ。よいしょ。滝のそばにブリスルバックの指紋あるね。調べてみよう。なんか自動収集とかもあったんだよね。取りに行かなくてよくなるのってあ、こっから水が。ブリスルバックの死骸を調べる。やっとした衝撃で死んだのか。崖の上から落ちてきたのか。崖の上。このまま先に進んでみるか。うん。アシッドブリスルバックがブリスルバックなんだね。あー、やっぱりこの、あ、いや、こっちか。もう一個の広がってる土地は 何があるんだろう。すごい隠れる場所がいっぱいある。敵がいっぱいいるんだろうな。占領士が興味を持ちそうだ。すごい高い。落ちそう。危ない。機械の残骸いっぱいある。道を封鎖しようとしてるみたいだ。あ、本当だ、罠がある。なんかあんのかな。広いとこだね。あとでボス戦でもあるんじゃないかボス戦か。ここにてなんか雑魚敵がたくさん湧いてみたいな。安らぎの実が死ぬほどあるもん。ここでなんか一戦闘ありますよみたいな。ここに焚き火あるんだ。よいしょ。後で占領士に持っていこう。占領士がまだね、使えないんだよね。あれ？人がいる。ロカーシャ。今行けないのかな。行けなさそう。行けないんだな。じゃあ先にこっち行かないと。何者かはわからないが。放っておいて欲しそうだな。うん、後で来よう。放っておいても良くなったら来るわ。またほっておかないで良くなったからか。おー、ついに200個になったか。安らぎの実が200個分安らげそう
え、なんか食料の葉っぱじゃない？これ。粘りの葉。一応取っておこう。取っておこう。これも。まだ占領しないけど。素材はね、いっぱいあっても、損はしないから。あ、そこになんかグリーン鉱石みたいなのが。え、なんかちょっと価値観高いやつじゃなかったっけ？またブリスルバックの試合。ちょっとグリーン社員からね。ブリッスルバックの死骸調べらんない。粘りの葉いっぱいあるね。粘りの葉だらけ。こっちは崖か。染料の葉もあるぞ。染料紙ならうまく使ってくれそうだ。うん。おー、危ない。これは取りに行けないかな。行けそうだ。ぶら下がる。よし。これぐらいかな。なんかあそこに洞窟みたいなのある。古い鉱山。うん。あたりの木々が折れているな。群れになぎ倒されたみたいな。群れにブリスルバックはここから来たのか。でもどうやって。まさか谷の外に続いているのか。谷の外に。これが何？トンネルの役割をしているみたいな。あれ？めちゃめちゃ埋もれてるんだが、ここの葉っぱ。取れないな。生成事故かな。うん、まあ、これ一個くらい取れないところで、ね、何でもないんだけどさ。入ってみるか。おお、崩れそうだよ、今にも。岩壁の裂け目？先に何があるのか確かめよう。うん。鉱山を調べる。なんかキノコがある。光だっけ？大丈夫か、ロイ、これ。なんか、5秒後ぐらいに崩れそうだよ。それも最近だ。本当だ。あ、でもなんか下にさ、下になんかアイテムが見えるんだけど、これ登ってこれる感じか。ぶら下がる。下にブリスルバックの仕掛け。きっと線路が崩れてしまったんだろう。ブリスルバックは確かにいたんだ。ブリッスルバック線路が通ってて、それが崩れちゃったのか。トロッコかなんかで物資を運んでたのかな。で、そこをブリッスルバックが通ってきちゃった。光だけゲット。小さな物資ゲット。
あ、光る、光る竹が。光る竹。鉱山の奥から煙が。おお。爆発か。ブリッスルバックいるね。ブリッスルバック。ここに閉じ込められたのか。あ、もう一匹いるわ。そうだね。絶対さ、サイレントストライクだと。サイレントストライクだとダメそうだよね。あ、これ反対側か。こっち。ここにキノコが。すんごい光ってる。ブレイズの容器。あ、これ爆発するんだ。なるほど。ブリッスルバック、あ、やべ、気づかれた。あ、こっちつながってんのか。ブレイズの容器があそこにある。ブレイズの容器、ブレイズの容器だらけだな。これで戦えってこと。一回サイレントストライクして、周囲にあるチケットラッパー射撃で発動する。落下する瓦礫に当たった敵は大ダメージ。こいつはどういう動きしてる。なるほどね。あー、そこをうろうろしている。こっち来た時にそこ破壊したら食らうのかなどうなんだろう。あいつはこっちをうろうろしているんだ。そこ当たるかな。あ、石っていうさ、間違えた。石っていう素晴らしいものがあったな。こうして、あ、来たか。あ、待って。よし。ちょっとしか食らわせらんなかったな。あの、やば。爆弾は衝撃に弱い。落としただけじゃ爆発しないんだ。こいつだけ気づかせられないかな。あ、やば。見つかった？見つかったのか？ここで、サイレントストライク！やばい。見つかるとこだった。
あー、見つかっている？見つかったね。見つかった。あ、でもあいつ、この下行かないか。ここおわ、大変なことになった。今度は爆発するのか、謎。よし。よし、なんとか倒したぞ。なんでさっきの爆発しなかったんだろう。1個目のやつね。あ、でも結構あれだね、サイレントストライクで結構ダメージ与えられたね。半分ぐらいはいけたのか。さすがにサイレントストライクのダメージ量をすごい上げてるだけあって、石を取る。いや、爆破しない。いや、私最初さ、大爆発して、あいつが突進してきたからか、爆発したのも。なるほど。なるほど。そうだね、2回目は多分それだわ。ガラガラガラーって落として、あいつが突進してきたことによっていい感じに爆発したんだな。1回目のやつも突進してきてたら爆発がいけてたね。先に進むか。よし、安らぎの実いっぱいあるからな。鉱山はかなり深いみたいだな。うん、すごい、こんなのが爆発したらひとたまりもないぞ。この下は、あ、なんかあるな。そうだね、樽に手紙が添えてある。あ、ほんとだ。荒い筆跡調べる。ウルバント宛て？この鉱山は閉山予定だったのか。そうなのか。ウルバンドが欲を出して山の奥まで掘り続けたってことか。ラバードに報告しに行こう。手紙、あ、見れる。雑に書かれた墨で汚れた記録、積みに目録。商人のラガーグが責任を持って配達しましたとさ。ラガーグってあの訓練場いたやつ？へぇ、ジャバード嫌なやつかもしれないが。あいつなんて名前だっけ、訓練場のやつ。あいつさ、違うやつか。よいしょ。ちょっと待って、あそこ見れば。まあいいか。この先は、あ、なんかある。降りれんのかな。降りれた。わあ、もう今にも崩れそう。
小さな物資。こう戻るときにさ、崩れんじゃないの？そんなことない。戻るときにガラガラガラっつって。取り忘れないよね。あ、ここにもあったのか、ブレイズ罠が。取り忘れたものなさそうだけど。ジャバードのところに戻る。ウルバンドは密かに鉱山を爆破し続け、資源を掘り尽くそうとしたのだ。なんて欲深いやつなんだ。ブリスルバックが現れた。爆破で入り口が開いたのかも。そういうことか。でもどこから。早く出ろ、こんなとこ。危ないから。今にも崩れそうだよ。お、外だ。無事に出られた。うん。一気に戻れないかな。一気には戻れないか。ジャバードのところ行くぞ。え、何の音？ジャバードどこだ？あ、いた。救世主様、良い知らせですかな。ロホだ。ロホでもないか。谷の奥にある鉱山から飛び出したみたいだ。鉱山？一体なぜそんな場所からブリッスルバックの群れが？それはわからない。だがウルバンドの雇い人が爆弾を使ってトンネルを掘っていた。まあ、たくなんという、ウルバンドのせいってことだね。危険だと忠告して。地下のトンネルは恐れの谷のさらに先まで延々と続いている。うん。いや、まさか。爆発で山の向こうに穴が開いたのかもな。うん。ええ、きっとそうです。それが誠なら、ぜひ確かめなければ。救世主様の丹念な調査で動かぬ証拠を示していただければ必ずや。わかった。行ってくるよ。あれ、もう一回行くのか？じゃあ行くよ。さようで。ちょっと待って、クエスト。進行か、あ、階段完了するまで進行負荷になったな。じゃあこっちを進めないといけないね。なるほど。そうみたいだね。じゃあメインクエストを進めるしかないか。そしたら、そうだな、ここに行こう。出口どこだ？こっちか。クイックセーブ。さあ行くぞ。エレンドのもとに。こっちだよね。いるな、ブリッスルバックが。どこに向かっているんだ。え、どっか行っちゃった、あのブリッスルバック。ちょっと待ってね。このアイテムを
こういうこまめなこまめに集めるの大事だから。そのうち乾くさ。そうだね、こんな天気がいいんだもん。枝枝で、この上は特に何もないか。枝がいっぱいある。あれ、ブリッスルバックの死骸？エレンドが倒してるってことかな。ブリッスルバックの死骸が。めっちゃこっち気になるけど、一回行ったかな私。一回行ったような気もする。枝が死ぬほどある。枝と安らぎの実。